ちょっと相談なんだけどさ、私いつもどっちかどっちで決めるのかいつも困っちゃうの。例えばね、タンスとダンス。ねえねえ、皆さんどっちがお好き？ダンス。ダンス。どうしてダンスがお好きなの？タンスは、タンスは何もの。ダンスお好きだったら何かダンス踊れるかしら？踊れない。踊ってください。あ、素晴らしい。トレトレトレビアン。もし踊って。じゃあ次いきます。ラ・ケスチョン・スイボン。お魚とお肉どっちがお好きかしら？お魚。どうしてお肉は嫌いなの？だってお魚栄養ある。お肉だって栄養あるわよ。私お肉が大好き。お肉は太るもん。そうなの。お肉太るの。そう。ルーガちゃんダイエットしてるの？
あ、私もダイエットしてるんだけど。じゃあ、ラケスチョンスイーパー待って。ケスチョンとは、おいしいご飯をちょっとしか食べられないのと、まずい、まずいご飯をいっぱい食べなくちゃいけないのと、どっちがいい？まずいご飯。はい、決めてちょうだい。早く早く早く。おいしい。おいしいご飯をちょっと？ああ、まずいご飯だよ、俺。どうする？なんで？だって。じゃあ次行きましょうか。次行きましょうか。よろしいですか？よお、教えて、偉い人。おはようございます。宇宙の偉い人、東京大学佐藤和彦先生。今日は宇宙がどれくらいの大きさかについてお話ししたいと思います。宇宙の大きさ。皆さん、あの夏の日にですね、夜に天の川を見たことがありますか？実は天の川というのはお星様の集まったものですね。実は我々の太陽も含めて星の集まりであるのが天の川なわけです。これを我々は天の川の銀河と呼んでいます。この星の集まりである天の川の銀河の大きさはですね、端から端まで行くのに光で10万年かかるくらいの大きさなんですね。ですから10万光年という大きさになっています。では全体の宇宙ってどのくらいの大きさでしょうか。この銀河をですね、仮に鉛筆でチコンとこう紙の上に点を打ったとしましょう。この点の大きさを銀河の大きさとしましょう。そうすると宇宙の大きさというのは東京ドームの大きさくらい、そこまで我々はあるということを知っています。もちろん宇宙は、この東京ドームよりまだ向こうにも広がっているかも分かりません。でも我々はそのくらいまでの宇宙があるということは今観測で知っているわけですね。一緒に歌わない？豚。どう？豚？お絵描きと歌よ。歌？歌。歌。歌の方が好き。あ、本当？一緒に歌わない？せーの。父かか父あ、できるよ。父かか。父かか父かか父かか。あ、正解。父かか父かか父かか。わかりました。次の質問いきます。次の質問いきますよ。はい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 。並んでください。次の質問いきますよ。じゃあ最後の質問いきます、はい、私こそシュールは男でしょうか、それとも女かしら。早く言ってちょうだい。早く決めて、早く決めて。女。女。うん、女。ありがとう。私、うん、これは内緒かしら。じゃあね、また来週。チャオ。バイバイ。バイバイ。足が痛い。おいさっさー。毛をきれいに切ってあげるっていうのが、うん、一番の仕事ですね。それから、うん、お耳をきれいに掃除してあげたり、あとお爪をきれいに切ってあげたりすることが
トリマーの仕事ですね。可愛いペットたち、彼らがトリマーのお客さんである。そんな彼らが住んでいるペットショップの中でトリマーの仕事は行われている。ペットたちが暴れたりしないためのコツは優しく話しかけること。するとご覧の通りリラックスするのである。また一歩美人に近づいたな。さてお次はシャンプーである。ここでも話しかけることを忘れてはならない。あ、寒そうだな。シャンプーの後はもちろんドライヤーで乾かす。あ、いい子じゃん。胸のところに、お顔を持ってってあげると人間の心臓の音が聞こえるんですよね。そうすると安心するんですよね。いよいよカットである。彼女が使っているバリカンは人間の髪の毛も刈れる優れもの。これさえあればどんな場所もほらご覧の通りスイスイと刈れるのである。こんなとこも買っちゃうのである。最後の仕上げはハサミを使ってのカット。そして出来上がり。ほら見違えるくらい美人になったろう。これがトリマーの仕事である。いやお見事。素晴らしい仕事なんで、ワンちゃんとか猫ちゃんを好きな子はやっぱりトリマー目指してもらいたいなと思いますね。道路で寝ていると車にひかれちゃうぞ。ジュース・ゴブルーガス。どなたですか？ウィース・デングース。なんだか今日の私はむちゃくちゃに疲れたでござる。そろそろ終わりたいでござる。そんなわけで今日もお達者でな。バイ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